藤村隆夫は、広島県呉市山手町出身の元プロ野球選手、監督。同じくプロ野球選手で、ミスタータイガースの異名を取った藤村文雄は実刑。呉高中学校では、兄、文雄の4学年した柚木進むと同学年。1937年の夏の甲子園では、控え投手兼中堅手6番で出場。 この年暮れ校中は2学年上のエースで4番の田川豊、控え投手兼一塁手3番の柚ず進と3、投手を要したが、準々決勝でこの年に準優勝した、熊本工業の川上哲二に3安打に抑えられ、敗れた。最上級生となった1939年の春の甲子園には、後プロで2人とも100勝を挙げる柚ずとの2枚エースで、出場。 控え投手、野崎大一、一類手、動物くん、遊撃手、竹林ミノルラを揃えた協力チームだったが、初戦敗退した。1940年に前年まで、兄、文雄が所属していた大阪タイガースに入団。兄、文雄は、前年から平気に服して不在であったが、石本周一の後を受け兼任監督に就任した松木健次郎が、 兄の代わりとばかり高尾を可愛がり、一年目から衆頭、武器に主力投手として活躍し、1942年末に軍の召集により退団するまでに22勝をした。戦時は兄と同じ距離広島の陸軍第五師団に入営。戦後、1946年にパシフィックに入団したが、なおこの際に同郷の白石勝美も同チームに誘って入団させている。 しかし、肩の故障のためほとんど活躍できないまま1947年に退団した。翌1948年には今度は白石が、創部した社会人野球チーム、上楽美に誘われ入団。別府温泉に浸かっているうちに肩が回復し、1949年には復帰を熱望していた大阪タイガースに再入団し、チームの主軸となっていた兄、 文夫と共にプレイする。みそのおたかおの指導によって、急成長した藤村はこの年16勝を挙げて、若林忠、梶岡忠じを抑えて、チームの勝ち頭となった。同年オフに、若林忠、土井垣武がベッドオべ等が毎日オリオンズに引き抜かれて、半身は弱体化したが、同い年のライバルであった、梶岡忠義と共に1950年代前半の、 阪神投手陣を支えた。1952年に、梶岡が防御率1.71で最優秀防御率のタイトルを獲得すると、藤村は25勝6敗で最高勝率のタイトルを獲得。翌1953年も16勝を挙げた、梶岡を抑えて21勝と2年連続2 0勝をマークした。なお、阪神時代にはライバル、 カジオカの通算131勝を上回る通算133勝を挙げている。1956年オフに広島カープに移籍し、翌1957年に現役引退した。引退後は1959年から1966年まで広島カープ近鉄2軍投手コーチ、1軍投手コーチを務め、阪神で2軍監督、スカウト2軍投手コーチ。 に君頭し教育コーチなどを長く務め、熱意と愛情あふれる指導で、兄や総八、外、木場義郎、川藤構造らを育てまた多くの選手に慕われた。川藤は人情味にあふれる、大のつく恩人だと語っている。1980年退任。阪神球団史上最も偉大な選手であった兄、文夫と比較され続けたが、投手として入団しながら、 野手に転向した文みに対し、高尾は最後まで投手としてプレーしたことを誇りにしていたという。野口明、野口二郎、金田正一、金田亀広と並んで、最も実績を残した兄弟選手の一つと言える。1993年12月25日没、満73歳没。スリークォーターよりあやサイドスロー君の投球フォームから、ホームベースを、 X 線上にクロスする切れ味鋭いシュートとカーブを得意とした。校長時には投球の際に網田にかぶった帽子がよく飛んでいたという。巨人キラーと言われ、青田昇をしばしば手玉に取った。ありがとうございます。